今日はですね、あ、そうですね、今日のトークゲストは、スタッフ文芸部社会学者の大沢雅史さん、どうぞよろしくお願いします。そして、今日出演していた俳優の寺内彩子さん。おさそにやろう、まあ、いきなりなんですけども、何かご覧になって思われたことをお話しいただければと思います。いつも私もちょっと司会の方が今日は思いの丈を喋るんで気が楽です。いやでもね、なんていうべきそういうのというか期待以上というか、まあ、多分ね、まあ、いろいろこういう話せばいいんですけど、オセロっていう有名な悲劇と、それから、まあ、能という日本の大学、それから宮城さんの芝居ですよね。この3つが出会ってるんだけど、このね、見合わせがね、本当にいいっていうことなんですね。うん、まあ、もちろんその作品と店舗も含めてね、うまく作られてることもあるんでしょうけど、なんかものすごく相性が良くてですね、もともとオセロってこのために作られたんじゃないかっていうのは言い過ぎましたけど、そういう感じっていうかね、本当に長いとオセロを、芸能でやるっていうのは考えてみると、シンクネームの不言論っていうのもああいう無念で死んでた人たちっていうのがすごく効いてくるからいいし、それからただ明治さんのもともとの芝居がやっぱりその人の能的なやり方っていうんですかね、こう誰がまだっていうのかわからないけれども、場面が対応するのか要請するみたいなものとか、音楽のやり方とか、そういうのがすごく見合わせがいいので、まずまあ、僕も演劇というのはヨーロッパから輸入した演劇から先に知って、その後で日本の古典劇というのを、まあ、知るようになったという順番でも、今の日本の多くの方はそうかなと思うんですが、特に能を知って一番驚いたのは、その私っていうか、間違うとかアイデンティティとか、それが時々こう溶けてしまってですね、人体と言われる人たちがその主人公の言葉をそのまま語ってたり、でも同じその人体が脇の言葉を語ってたり、誰が誰やるという、そこにいる人たちみんなが一つのアイデンティティのようになってしまったり、こう入れ替わるというか、そう 集合って言ったらいいのかな、それがこういつの間にか自分から抜け出して、ね、別のところにこう移っていたりする、ああいう感覚が、まあ少なくともヨーロッパから輸入した演劇には全く見られないということで、ちょっと伺いたいと思ったんですけど、ミュージシャンが一番よく使われる、その二人で一役やるというか、はい、ムーバーとスピーカー分けるっていう、はい、これはなんか作られた時に能のことを意識されてそういう発想になったのか、それとも作って後で能と出会う形になったのか、それはどういう形なんですか。はい、それは全く後者だった。まあ、もちろん能というものは知ってはいましたけれども、その2人一役に分けようと考えた時には全く念頭になかったです。でもっとあれは生まれた時は本当に素朴で、日本語でセリフを言っている限り日本人のお客さんにしか面白くないじゃないかって思って、他の芸術は国境を越えられるのに演劇は日本語の壁に阻まれて日本の中に閉じ込められているから、なんとか別の国のお客さんにも楽しんでもらえる演劇を作れないかと考えたときに、セリフを言う人を例えばアメリカの俳優にして動く人を日本人の俳優というチームでやれば、これはアメリカで上演するものができるだろうし、今度逆に日本ではアメリカの俳優が動いていて日本人の俳優がしゃべるか、この今までは、まあ非完成商品じゃないけど、その現状というですね、壁によってその俳優の交流っていうのがその妨げられているんだけど、まあ、つまり日本人の俳優がロシア人の俳優と比べられるとかいうことが起こらないんですよね、言葉が違うとかに。しかし、その僕が今申し上げたように動きとセリフを分けてしまえば、本当に同じ土俵の上であらゆる国の俳優がこう勝負できる、切磋琢磨できるんじゃないかなと、最初そんな理由だったんですよね。そういう、まあ、これはその話を何度か伺ったこともあって、
プラクティカルな理由なんだけれども、宮城さんの芸術の様子としてね、すごく成功してるというか、日本人が見たらね、やっぱ面白いわけですよ、その方式。それから、やっぱり、なんていうんですかね、こう文化の伝統ってものについてちょっと考えさせられるのがあって、やっぱり客観的に見ると、外から見ると、やっぱり、能みたいなものがある日本の文化の中で、宮城さんのやり方ができたんだと思うんですよ、その意識してなくても。だからそういうやり方が、なぜ西洋の人が全く思いつかず、宮城さんだったら、実験の時にすごく実用的な理由でやってたとしても、これ面白いんじゃないかって思い至る何かがあるわけですよね。これはすごく面白いなというか、文化というものになっている、伝わり方というものに感じるものがありますね。そうなんです。ここで始めた後で、あれこれってセリフと動きと演奏だから、ノート全く同じじゃないかって、始めた後で思ったんですね。でさらに言うと、その後例えばインドへ行くと、フーリアッタという、おそらく2000年くらい前からと言われている芝居、これも全く同じで、語りと動きと演奏でやっているし、中国の人に聞くと、中国にも昔はあったとか、アジアにはですね、その大して不思議じゃない、例えば僕らが小さい頃に紙芝居を見て、ビジュアルとサウンドがですね、分かれているとちっとも不思議だと思わないようにですね、アジアで上演している限りは、この二人一役はごくごく素直にそのまま受け止められて、チベットでやった時なんかですね、日本の演劇とチベットの演劇がこんなに似てることは知りませんでしたって言われて、いや、それは日本の演劇が似てるわけじゃないんですって、ちょっと注釈をつけてるわけですけど。
やってくるみたいな。そう、だからなんかこう人間の精神っていうものは、うん、こうなんていうか、反復っていうのはなんかこう人間の構造なんていうかな、構造の中にものすごくこう基本的なものなんていうか、そういう意味で、裏って基本はそうなんじゃないですかね。語りきれないで、死んでしまう場合は語りきれないまま死んでしまっているので、死にきれてないっていうことがあって、この語りきれなかったものをどう語るかっていうことで物語っていうのが始まってるんじゃないかなって思うことありますね。うん、であるからして、その語るたんびに何がしか変わっていく、うん、語り直されるために語られるというか、まあ、胸が届くんですよね、きっとね。あ、なるほど。そんな感じもしますね。寺内さんは、まあ、今日は、前半は連れと言われる、その視点と一緒に出てくる連れと言われる役、これはサイクラス島にとどめられているベネチアの女性という役で、後半は主に林方とされますけれども、はい、まあ、この作品、まあ、やっていて思うこと、無念のうちに死んでいった女性たちの一人なわけですけれども、先ほどの話にもありましたけど、その、まあ、何かいろんなタイミングが整って、やっとその視点であるですね、もう中は自分の話ができる場所とタイミングが訪れるというか、その場所にたまたま居合わせたというか、まあ、居合わせたのか、彼女たちがいたから初めてですね、もう長く語れるようになったのか、まあ、その辺は何か全てのものが整って、あの瞬間にああいうことになったっていうような、そんな話を稽古中にみんなで、ね、女性陣で話をしたりして作っていったんですけれども、まあ、自分でも例えば何かちょっとできなかったこととか失敗したことがあったりしたときに、それを話すことですっきりしたりとか、話すたびにちょっとずつなんかいろいろ付け加わったりとか、あるいはあのこと言い忘れたとか、なんかやっぱり確かにそういう自分の身近なレベルでもありますし、そのまあ歴史の中で見たときに、まあ本当に名もないサイクラス島の女たちが、無念みたいなものが出せたらいいなというふうにはすごく思ってやっています。はい。まあ、有名なシェイクスピアのね、オセロで、まあ、原作だとどっちかとオセロの方から描くのを、デゼモーナの方から描くっていうのが、その面白いところというか、で、なんていうか、オセロに殺される場面の、まあ、なんていうか、引き締まる部分っていうのを一人でやってしまうっていうのもすごいなと思うんですけど、それはでも、恋愛ってやるんですけど、オセロは、まあ、普通に言えばちょっとしてですね、あらぬ疑いを奥さんにかけて殺してしまったというとんでもない話なんですけど、でもこれでオセロはなんていうか、ちょっともうちょっとちゃんと愛せよとかっていう話じゃなくて、愛しすぎてるっていうことだと思うんですよね。その妻を愛しているんで、だからなんていうか、仲の悪い夫婦がドメスティックバイオレンスの年当たったしちゃってですね愛の頂点において出会い損ないがあるっていうところが、このオセロの話の悲劇の面白いところだと思うんですよ。で、そうするとやっぱり出会い損ないとしては、ずっと僕らシェイクスピア見てると、どうしてもくだらん選択をしすぎてしまうオセロの方から考えていくんだけど、今度は何て言うか、疑われてしまった女の方から描いたらどうなるかっていうのを、どうしても知りないとこの話は完結しない感があるんですよね。それをこう今回はこういう形でデゼモーナの確か笑いがくっていうのが面白いなと思うんですよね。僕は平川先生のアイデアなんですけどね、このデゼモーナを指定するというのは、これ素晴らしいと思ったのは、オセロ本人が指定であれば、これはすごく、福祉言語のパターンにぴったり合致するんですね。つまり
何かこう、ものすごく力のある人がしかし非業の死を遂げた。でその力のある人が非業の死を遂げると、まあ、その魂魄が現世にいたずらをする、さまざまな災いをもたらす。でこういう感覚、まあ、これご両親と言われるけど、日本人にはすごく最近まであって、それこそ乃木神社とか弘法神社とかね、そういう乃木将軍なんかですらその、祀っとかないと、ああいう非業の死に方をした人は祀っとかないと、あんだけ力のある人だったからいろいろ災いをもたらす。あと新宿 の, 例えば花園神社なんか行くと雷電仮面を祀ってますね。雷電神社なんて書いてあるんですよ、その神社の雷電神社なんて書いてある。つまりその不遇だった、やたらに力があったけど、パワーがあったけど、不遇だった人は祀っとかないと災いをもたらすぞという感覚、これはすごく最近まで どうやら日本人にはあって、でだとすればね、オセロを主役にしてオセロを祀るっていうのはごく当たり前の発想なんだけれども、そうじゃなくデステンモーナーを主役にしちゃった。でデステンモーナーっていうのは全く無力な人だったんですね。あの人はシェイクスピアのですね、女性の、まあ、ヒロインというか大きな役の女性の中で一番個性がない、この人しか言わないなっていうような、この世界中たくさん人間いるけど本当にこんなこと言うのはこの人だけだなっていう発言は一つもしてない人です。本当にね、これはもう男がやるからまあいいや、この役は看板のように書いておけばと思って書いたんじゃないかと思うくらい、まあ、ティピカルというかそのステロタイプみたいな、ステロタイプみたいな。ところがその人を視点したことによってね、あらゆるその平凡な人生だけど何がしか無念を抱えて死んでいった人たち、オセロだとか雷電仮面だとか乃木将軍みたいなすごいことじゃなく、ぱっと見は平凡な人生でもあれだけは悔しかったとか何がしかの無念を抱えていった、ほぼおそらく全部の人たち、そういう人たちの無念をね、デステモーナまで引き受けることができる、特別じゃないから。だからそこがこの、まあ、全くユニークなところ で前半にね、そのアリシの伏線というのかな、そして僕がありふれた女性たちの無念がその無念というものがあるんだということが、まあ、おめかしというか伏線になってきて、はい、そうですね、そういう伏線としてデステモーナが逆にこう私たちの聞いてくれる、話すように仕向けてくれることで私たちが話すことができて、それを聞いてデステモーナがやっと自分の胸のことを話すことができるというような展開に作っていただろうかというふうにみんなで初めはいろいろ試行錯誤をして、視点と連絡連れの関係をどうやって作っていただいたのかという話をしていて、で、まあ、今のような形に落ち着いたんですけれども、でもその例えば初め の台本に書かれている通りのセリフ割りだとなかなかうまくいかないねっていうようなところをみんなで話し合って、セリフ割りを少し変えてみたりとか、でこのセリフを連れが言うことで、あるいはこのセリフをしてが言うことでちょっと全然見え方が変わってきたりとか、そういうことは本当にみんなで相談しながら作っていたシーンなんですけれども、やっぱり今の2人の話聞きながら思いましたけど、まあ、デステモーナ本当は何もしてないんですけど、バカなことしてるからね、それが唯一あなたの夢が走ったと思うので、バカちょっとした人でしょだから積極的には何もしてないんだけれども、その何もしてない人を鏡のようにしてなんていうかことをこう見せていくっていうね、なんか面白いんだと思う。つまり常にやっぱり知ったのは耳きつくをするから、やっぱり一番動き回ったやつをやりたいぞっていうようなことになって、まあオセロかな、まあ、なんでもいいやろうかなみたいな感じで考えるんだけれども、ずっと受け身でしかなくて、その陰謀からただ巻き込まれて本当に脱線の中にこう入り込まれてしまって、気がついたら一番悲劇なことになるっていう、その人を職害のようにしてね、全部のドラマをこう鏡のように映していくっていうのがなかなか面白いですよね。だから今日
最初の語りの話もしたけど、こう語っている普通の語り下を中心にするんじゃなくてね、語られてるに過ぎない人が中心になって主役に変わっているみたいな、こうなんて主こう筋がどんどん展開していくみたいな、そういう面白さがこうデゼモーナも主役にする視点することで出てきたんだなというのを思いましたね。面白いですね。日本人が、まあ、日本語を喋るときにその、まあ、めったに主語を言わないですよね。で、まあ、僕はこの日本語が日本人の体をかなり規定している、ちょっとした行動なんかもかなり規定しているんじゃないかと思ってるんですけれども、こうヨーロッパからね150年間もそのアイデンティティものを輸入し続けて、まあ、明治の初期はともかくとして少なくとも漱石ぐらい以降はね、そのアイデンティティってものを一応日本人も、まあ、なんて言うんでしょう、私という人はこの世に2人といないんだとかね、そういう感覚を持っているようになったのかなと思うんですけど、それでもその、まあ、主語をめったに言わない、何かこう目的語から先に言ってしまうというこの日本語の面白いところ、これが、まあ、日本人の何だろう行動様式とかにどういうふうに反映されていると、まあ、大沢さん思われますか？これはやっぱりね、本当に日本語の決定的な特徴ですよね。まあ、いろいろヨーロッパの習慣も出てきたのでちょっと気になって日本語の主語を補ったりとかするけれども、やっぱりちょっと違いますね。主語っていうのはなんかヨーロッパの言語で考えると言葉として決定的になければ困るようなものだと思われてるけど、意外にそんなことないんですよね、と思うんですよ、むしろ。でね、僕はね、日本語の場合はですね、例えば主語がないためにかわいいものがくれるわけで、例えばね、皆さんがごくごく使ってる、まあね、ちょっと意外なものかもしれませんけど、何々はっていう助詞ですね。助詞がいっぱいあるけど、この和は特別な助詞だと思う。がとかおとかいろんな助詞があるけども、何々は、まあ、和の機能をね、直そうと思えばいくらでもできるんですけども、ご予約しようとしてやるのでもちょっと違うんですよね。でね、和は何だろうやってちょっともう正解させたら勉強するみたいなことになるんだけど、結論から言うとね、和の機能から国学者に一生懸命いろんなこと言ってるんですけど、私の説を仮説で勝手に考えてるのはですね、和っていうのはですね、場を作ってる、今日の試合はどうでしたか、いや面白かったですね、いやどうでしょうかね、でもう和を言ったらそのままそーっとその場で、続くじゃないですか。書いた文章だと見るとね、和はね、先手にそこを受けてくるのが特徴なんだけど、我輩は猫である、名はない、なんとかなんだって、みんな我輩は聞いてるわけね。本来使う場面でいくとですね、和ってなんで、こう主体を超えていくっていうか、つまり逆に言うと主語を曖昧にするっていうか、その場の場を一つのトモスとして作るために何々の和っていうのがあるんだなと思うんですよね。だからでそれをさらに凝縮化していくと、さのような空間自体に働けるっていうような様式になってくるんですけど、これって僕らの考え方ね、まあ、その能のようにこう、なんか、なんかこうきちんとしたスタイルは持ってないんですけど、普通の場合もね、結構ね、能的なんですから、こう、誰が語ってんの、お前みたいなことになっていくっていうね、そういう感じするんですね。まあ、僕はさっき目的を先に言っちゃうって言いましたけど、これは英語の文法的に考えれば、目的語っていうことになってるだけで。ご飯が食べたいっていう時のこのご飯が主語なのかどうかってよくね、勉強で言われますけども、ご飯は食べたい、でもこれ英語っていうかね、他の言語だったら誰が食べたいのかまず言うじゃないですか、まあ私とかね、我々とかせめて、でもご飯が食べたいっていうか、例えば家族が今そこに5人いるとして、ご飯が食べたいって言ってしまったらですね、みんなご飯が食べたいに決まっているっていう空気というか、まさにが作られてしまう。ただこれがまあ日本人が持っている一種同調圧力の言語的な一つの理由かしら。だから、まあ、そうじゃないっていうことを言いようがない、つまり主語を言ってない、僕はっていうことを誰も言ってないので、ご飯が食べたいって言ったら、うんっ
ていうしかないこういうところが脳にはやっぱり僕の本が脳にはすごくあって、つまりその瞬間どうしたいって言っちゃったのか、それは一人の人がっていうんじゃなくて、みんなそうだよねっていう、まあ、限界の同調圧力を含んでる、うん、限界の同調圧力を含んでるってことは、つまりその場にいるみんなが一つの価値観でまとまった、一つの欲望でまとまったのがそうだっていう、この感じを、まあ、芸能といわれる日本の、ね、演劇はずっと求めて大切にして、それをみんな楽しんでた、うん、だけどこのやり方でやっぱり怖さはあるわけじゃないですか。つまり本当は 2割ぐらいの人は本当はそうしたいと思ってても言い出せないってなってしまうわけですよね。面白いですね。多分ね、なんかその場の同調圧力というのがこちら例にあるんですけど、おそらくそれをちょっと崩したときにさらに一層なんていうか語るに値する演劇になったり、なんか例えば先ほど私一番最初になんでわざわざ旅人をやってもらわなきゃいけないんだと考えても大したらやってないんですよね普通の、ね、西洋演劇風に見ればお前いなくても大丈夫だな何もしてないじゃんみたいな聞くのは私なんだからお前いなくてもところがどうしても必要なわけです。だからつまり多分無念の本格はですね、この同調圧力のある共同体の中で何か語り尽くせない方ができるようになってるんですよね。ところがそこからソレンジャーがやって聞き役になってくれた途端に俺の私の言いたかったことはそれなんだみたいなことを言えるっていうわけで、だからここにこう外からの視点が入るわけですよ。だから日本語ってまず基本はね、なんか視点を呼び寄せるっていうか、その空間に空気のようにこうものすごく引っ張る力が強い感じするんです。でもやっぱり同時にね、ちょっとそこからこうなんていうか相対化するというか脱中心化する外からの視点がちょっとこうなんていうか空間のように入ると突然こう豊かな表現になっていくみたいなね、まあそんな感じが。何か脳のそのパワーを生かしつつ、でも、まあ、単なる同調圧力、まあ単純に言えばそこにいる人みんなが一つの価値観にまとまることを求めないような面白がり方っていうところに脳が、うん、新たに展開すると本当に今日に必要な表現になるのかなと思ったりするんですね。脳には2つのベクトルがありますよね。そのやっぱり脳の面白さはやっぱりそのまあ折口文の丸見とみたいなことだと思うんですね。バキがとか大量素材、まあ、でもそれが入ることで一つ の空間にこうなんていうか語り尽くせずに死んでいったものがあって、我々はだんだんねだからそういった意味じゃみんなね罪の意識をちょっと感じてるんですよ本当のということ。だから本当はね、デスモーナーが死んじゃってるわけだから、本当はそのデスモーナーのことは、そうだと常に意識を持ってるから、そこにいる人たちなんだけれども、大の層の敵で、デスモーナーが語るべきことを語ったと思うことで、我々自身も罪が晴らされるっていう構造なんだと思うんですけど、まあ、その辺でも、外からちょっと何かが変わらないと、でそのため、またそれで一旦同調するんだけど、引っ張る力と外にある力でこうその絶妙な組み合わせがうまくいくと、いいなっていう、それを現代に通じる話じゃないかなと思うんですよね。まあ、僕はその一つの、まあ、巨大な物語、まあ、英雄の物語にみんながこう同調する、それで快感を得るっていうのは、まあ、歴史的意味として危険だなってやっぱり思わざるを得ない。でそういう時にこの平川先生の落語はデスモーナっていうその何者でもない人を視点にしたことによってそこにいる人々一人一人の物語というものが、まあ、引き出されるというパワーというのかな思っているんじゃないかなと。だから一個の英雄の話にみんなが同調してしまう、自分も英雄になったつもりでうわー気持ちいいと思うっていうのの正反対、一人一人が持っている歴史には残らないと
しかし一人一人が持っている物語というものが、まあ、たくさんこう本当に糸水のようにね、それぞれの動きでうわーっと湧いてくるなんてことが起こるならば、まあ、まさに現代の人間としてその存在の、ね、理由がよくわかるって気がしてくるんですね。なんで虫が出てたはい、大沢さん、寺内さん、どうもありがとうございました。